ね、椅子に捕まってるんですから、足をね、足首をこう上下、上下じゃないですね、下、上、下、上、下、上みたいな、ね、感じで動かします。これ30秒ね、やってほしいんですけども、結構きついですよ。多分明日皆さん筋肉痛になると思う。これね、30秒いきますよ。はい、もう始めてます。はい、始めます。で、ちょっと30秒できついんで、足を交代にしますんで、15秒で反対の足にします。いいですか？足首を一生懸命動かします。はい、そしたら今度反対の足首いきます。ちょっと、上下とか、上下、上下、こんな感じで動かしてみてください。かかった、怖い。これで、ね、先ほど、分解した脂肪をね、血液に乗せて流すとね、振動になります。はい、はい、そしたら次、2つ目ですね。2つ目は足をね、こうやって叩きつけてる感じでね、この足全体の運動になります。これまだ15秒ずつしますので、はい、始めます。大丈夫ですか？息切れてませんか？大丈夫ですね。こんな感じで叩きつけてる感じでね、空中でこうでもいいですよ。やりやすいように、この足が動けばいい。きついですね。きついですか？かせるときついですね。それ運動不足です。はい、じゃあ今度反対の足行きます。うちでね、これ、あ、いいですよ、はい、じゃあちょっと3つ目いきますよ。3つ目はね、ちょっと難しいかもしれないんですけど、手をこんな感じにしていただいて、お尻をこうやって振ります。結構激しいですよ、いけますか？こんな感じでいきます。はい、30秒、これ30秒で、ね、結構きついんです。はっきり言ってね、なかなかできませんから30秒、していきます。ちょっと振動が大事なんです。きついですか？あと10秒いけますか？私結構きついですね。満腹なのにみたいな、そんな感じですか？はい、 OK です、はい、そしたら次はね、手の運動に行きます。手はですね、手はちょっとこんな感じです。こんな感じでいきますよ。はい、始めます。これ結構余裕ですか？ちょっとこんな感じでやります。邪魔、大丈夫、息切れてきましたか？大丈夫ですか？やばった痩せたの言うてやれてんの。でもさっきね、分解したお腹の脂肪が全身に流れてると思ってください。そんなイメージをしていただくといいと思います。結構きついですか？ありがとうございます。はい、ですよ。休憩欲しい人いますか？じゃあ次ね、横に行きます。手を横にしていただいて、これまた同じです。こんな感じで。あ、ちょっとそうですね。ここ上下になって、あ、上下、前後になってもらってね。はい、行きます。はい、始めます。これも30秒です。肩痛い。全然10項目ありますね。10項目ですから、30秒ずつやると3分。うん、そうですね、3分ですね。5分プラス3分で、足穴、5分ですね。300秒から5分ですね。5分プラス5分、10分、1日10分で部分痩せです。いかがでしょうか？はい、 OK です。じゃあ次はですね、肩をいきます。肩をこういうふうに回旋します。ちょっと待ってよ。いきますよ。はい、スタートを回旋します。これね、言い忘れました。できるだけ早くでした。はい、できるだけ早く。なんか結構胃の中で動いてる感じがしますね、これね。大丈夫ですか？出さないでくださいね。怖いもん、怖い。もう怖い。いやいや。いいでやってよ。はい、OK です。目は続いてですね、肩ですね。肩を上下に。上下に、はい、いきますよ。はい、始め、これも早く、なるべく小刻みですよね。早く、バイブレーションですね、振動ですから、早く早く。外でやられてる方が
腕痛い。つい。続いてですね、この手の方ですね、手をこんな感じで、こんな感じでね、横に行きましょう。はい、始めます。はい、また30秒行きます。腕痛い。ちょっと一回やめていい？一回やめない？一回やめない？やめちゃう。この辺来るとあとはね、やらんけどさ、ちょっと痩せたいなんて思ってないから。お気分ね。運動不足解消になるよ。運動不足じゃないし、腹筋しとるもん。はい、OK です。はい、続いてですね、今度手をね、こう回線ですね、回線、あの手を回す、手首を回すような感じで回すんだって、ね、いきます。はい、いきます。はい、初めこれ手をね、こう回転します。これも早く、そう、通行人の方で、これも早く、早く、これも早く、そう、こんな感じで、はい、痛くなってきた。ちょっと痛いです。運動不足の方が筋肉痛です。結構きついでしょ。結構きついです。結構きますよね。あ、痛い。ちょっと変わって。いいよ、一回ストップして。あ、なる。はい、OK です。じゃあ、あと残り一つになりました。はい、大丈夫ですか？あとはね、手首をこう返します。こうね。返します。残り一つだと思う。手首をこう返します。はい、始めます。はい、スタート。手首を手首返します。熱い、楽しい。つらないようにしてください。嫌だ。今日結構痩せてる方が多いんでね、そんなに必要ないかもしれない。痩せてどうでしょう。あ、趣旨が違いましたね。今日あのダイエットじゃなくて満腹の時はですね。あ、でもあのそうですよ、いいんですよ。この運動で結局ね、あの胃の消化が良くなる。さっきの消化と代謝の話ですけども、まあ、消化を助けてくれるというね、一つの運動になりますので。はい、OK です。はい、以上で運動は終わりなんですけども、はい、じゃあちょっと戻させてもらっていいですか。はい、